どうかしたの？いえ、その大したことじゃないんです。ただアスカ先輩ってちょっとコウ先輩に似てるなって。それはなんというか少々心外ね。悪い意味じゃなくて、コウ先輩も昔からそんな風に何かと気にかけてくれてたんです。小さい頃のあの夏休みだってそうでした。九州からお父さん師範と一緒に九重の道場に修行に来て、とてつもなく厳しかったけど、みるみる上達していくのが実感できて、毎日楽しくてしょうがありませんでした。そんなある日、少しの気の緩みからちょっとした怪我をしてしまったんです。その時真っ先に気づいて駆けつけてくれたのがコウ先輩でした。おい、大丈夫か？ソラボ、そんなに痛かったのか？違うんです。私こうくらいで怪我もしちゃって、お父さんならもっと。おう、たく、さすがっつうかなんつうか。なーに、ソラボーだったらこれからもっともっと強くなれるさ。それよりもう俺の見てないところで怪我とかすんなよな。心配だって言ってんの。そりゃ実力はお前が上かもしれないけど、お前は俺の妹弟子なんだからさ。ほら、分かったら行こうぜ。そんな怪我なんか早く治して、また修行頑張んなきゃだろ。何気ない一言でしたけど、その時思ったんです。いつか私もコウ先輩みたいになりたいって。それはきっと千秋先輩に感じた強さにも通じてるんだと思います。だから何と言われようと、私はアスカ先輩に精一杯協力します。コウ先輩ならきっとそうするから。ソラちゃん、まったくもう、あなた